Sprite! Alright guys, your buddy Kintips here. Today we are playing Alkenna. Four Rhythms Across the Blue. This is my Let's Play number 3, and let's continue off the storyline. Basically, they've scored a touchdown against this very good Flying Circus player. So, let's load it up. Alright, let's get going. And then they're training for matches now. The music's really good in this. Sakimawariして頭を抑えますよ! Oppa! Misaki-senpai! Daijoubu! こんなので驚いてたら…コーチ、今のは…美咲ちゃんは自分からぶつかりに行きまして、もう一回よっ、まずは一点と、どう？佐藤院さんとの対戦でも見ました。さっきのコントレイルと同じで、見ている人に分かり、はい、実際に試合を見て、
かったから。うん、兄ちゃん、妹の顔を無言で見つめない。まあ、そういうことだ。これはい、コーチ、早速練習をしましょう。ダメって、アスカちゃん、あれだよ、サディスティックなコーチの片鱗を見せてるわけだよ。あ、なるほど、そういうのって。そういうことでしたか。どうした、アスカ、引きつけでも起こしました？違います、明日がとっても。マネージャーから質問が。正式に部になったか。いや、それは無理だ。部なのに。物理的に無理だ。部室は全て埋まっているんだ。部室待ちの部は多いからな。一度奪われた部室はそう簡単には帰ってこない。これは外の用具入れのプレハブで発見。ではプレハブ小屋を掃除して部室にしてはどうでしょう。それは無理じゃないかな。他の部も使う。でも部室がないと不便だね。ま、更衣室は体育館ですから、そこで着替えてこっちまで。着替えた方がいいんですか。着替えはともかくとして、部を交じ。そういえばさっき飛んできたとき、崖の真ん中あたりに小屋みたいのがあった気がする。ああ、あれか。あれって昔、海沿いに島を一周できる周回道路があったんだ。そういえばおばあちゃんからそういう話を聞いたことがあったかも。今、島の中央を通る道路ができたから海に自動。バスだ。自動車の楽器のバスにしては大きすぎたかな。俺も詳しく知ってるわけじゃないが、バス会社が赤字経営で使う。わかりました、そのバスを部室に。いいと思うな。崖の真ん中でグラスを履いてないといけない場所だから。早速行ってみましょう。絶対に誰も使ってないんだから大丈夫じゃないかな。軽く行きましょう。こっちにはバス停と待合室もある。そのまま放置されたって。うん、ネット冴えてますね、美咲先輩。では勝手に部室にしてしまうの。それはグレーということで下が絡まる。そういうことだ。何かあったら中の様子を見てきます。物質にできそうですよ。どれどれ。早速掃除しましょう。アスカは本当にやる気に満ちてるね。ピカピカです。よし、その心のようにバスの中もピカピカに。頑張ります。はいはい、私。
張りましょうね。十分だと思うよ。あとは少しずつ備品と。コンビニで何か買って帰りましょう。って、アスカ先輩？しましたか？サッシの汚れがなかなか落ちないから拭いていたんですけど、変なことしました？こっちの風習ではサッシの汚れは服の神だから取らないようにするとか。全然気づきませんでした。そうなんですか。はい、 FC のことで質問。FC のことでと言いました。美咲先輩のこと以外の質真っ白は知らないけど、マサヤだけが知ってること。え、なんですか。ぜひ知りたいです。私の素肌の柔らかさ。マサヤさん、そんなもん言うな。冗談ですよね。本当だったら。わかりました。今日のところは信じてあげる。部長と美咲先輩が模擬試合をしましたけど、あれは模擬試合だからですか？それと、それなのに部長は筋トレを。筋肉は無敵だ。遠い目をしてそんなこと言われても。分かってきたようだな、平田よ。つまり男女関係なく試合。むしろ女の方が有利なスポーツだとも言われ。そうなんですか。戦闘機が必死になって重量を減らすのと一緒だな。はあ、じゃあ男の人が言う。さっきと言っていることが違う。つまり重い人ほど止めづらくなるってことか。して警告しなくていい。それでその、おエッチな質問。わワクワクだね。え、
をしないでいいです。そういうのじゃなくてですね。そうだよ、クッションにくるまれてるみたいな。いえ、私が気になるのはそういうことではなくて。あ、確かにそうかもしれません。でも心配しなくていいということは精神主義。キャー、真っ白の胸に。マサヤさんってえっ、例えば真っ白の胸にで。とんでもないこと言わないでください。私不可能とは。マシロちゃんの胸には触りたくないってことですか？あー、それは傷ついちゃうよね。触りたいって言われても嫌。とりあえず。うんうん。でも強く押したりしたらどうなんだ？触りたくても触れないですか。でもマサヤさんと初めて会った時。なるほど、つまりブラシを履いて起動させた状態でハグし、もしかしてそういうことしてみたかったとか。そんなことそんな。でも空中で。あれ、あす、なっても。よろしくお願いします。無意味で。だから空飛ぶ自動車とかないだろ。反重力装置は小型化に成功し続け、大型化に失敗し。そういえば人飛ぶ以外のものが浮かんでる。では重いものとかは運べない。ということは女の子6人くらいなら手をつないで飛べそうですね。そんなことない。私はスレンダなるほど、家や学校が浮いてる子。明日靴を買いに行く。クラシナ、これから部活。はい、みんなでグラシを買いに行く予定なんです。そうだった、今朝マサヤがそんなこと言ってたな。見せたいものですか？秘蔵の動画。秘蔵の。エッチな想像でもしたか？してません。クラシナには興味があるものだと思うぞ。興味ですか？数年前のジュニアの分ね。でも私まだ FC を始めてもいない。いいから。わかりました。そっか、髪が長いから女の子に見えてしまうよ。それはマサヤだ。あ、本当だ、面影があります。マサヤさんです。マサヤさんって。そうだな、まあそれで昔散々からかわれたから、もうあんなに伸ばすことはないだろうけどね。マサヤさん、こんな風に飛べるんだ。才能もあったし努力も好きだったからね。こんなに自由に飛べるのにどうして選手を。あいつは早熟だったから。 FC はメンタルも大切だ。
そこんとこがついていかなかったんだろうな。心がついていかなかったと。そうらしい。正直私もどうしてマサヤが FC を辞めたのか私には教えてくれなかった。だが何があったにしても。先生、一つ質問して。なんだ。クラシナが転校してきてからマサヤに心境の変化があったようだからな。私はマサヤにもう一度飛んでほしいんだ。自分、私にこの動画を見せるとマサヤ。それは私にもわからないけど、賞を引と欲すればまず馬を射よって言葉もあるし、それより、より、クラシナには知っておいてほしかったのさ。きっと私どうしたらいいのかわかりませんけど、けどマサヤさんが飛んでるところ。どういたしまして。わかりました。初めて携帯とか買ってもらった時を思い出すね。あ、なんか近いで。お久しぶりです。はい、呼んできましょうか。あ、私はまだ用事があるので。可愛い子でしたけど、うちの制服じゃなかったみたいです。マサヤは知ってるみたいだけど。これみ、なになに。お、クラシュでの地球一周チャレンジ向けのグッズ、そんなことできるの。あー、夢があります。マシロ、私はその夢を応援。でも美咲先輩。いらっしゃい。おお、マサヤか。久しぶりだな。おお、そうか。可愛くなっただろ。やらんよ。ちょっとは乗ってくれよ。まあいいや。暮らしの件は葵から話を聞いてるよ。葵？呼び捨て？きっと大人の関係ですよ。それは私とマサヤが。そうだった。ハハ、葵とは昔から知り。いいやつをいくつか見繕ってやってくれってさっき連絡が。コーチをするんだって。もしかして女の子ばっかりのチームなのかな。いいね、ハーレムチームは。私マサヤハーレムの一員だったんだ。
私も。で、どんなグラシをお求めかな。はい、靴にどういう違いがあるのか。スピーダー、ファイター、オールラウンダーですね。靴によって具体的に何がどう違う。それは俺が説明しよう。グラシオ反重力子というのが。その通り、靴から出た反重力子が。昨日少しそんな話。だから体の一部だけに重力を感じるってことない。単純に浮かぶなら足だけでいいんじゃないですか。確かに体の端っこだけで浮くのはバランスを崩したら最。スピーダー用のグラシとファイター用のグラシでは膜の張り方が違うんだ。ちなみに膜のことはメンブレンって呼ぶ。反重力子の。そうで、どうやって前に進む。から そういえば私もそんなこと言っても知らないものはしょうがないじゃない。これはよく使われる例え話なんだけど、リニアモーターカーは知ってるだろ。ものすごい速さで走るで。リニアモーターカーがどう。知りません。そんなこと言っても知らないんだからしょうがないじゃない。それでいてババロアとプリンの違いはわかんないんですからね。そうそう、クッキーとビスケットの違いも。は反発力で浮いて引きつけられる吸引力で動くんだ。つまり N と N で浮いていて前方に S を置いて引っ張る。つまりそれを重力と反重力に置き換えて考えればいいんですよね。グラシの場合は反重力で浮いて地球の重力による吸引力で動いてるんだよ。ということは、何でしたっけ。メンブレンを重力にしたり反重力。正解。より正確に言うとメンブレンを薄くして。まだその話続くの。早くグラシ。ごめんなさい、私。プレイヤーの動きに対して上半身のメンブレンが敏感に反応して、その他の部位は競技用じゃない日常用のグラシも大体。そういうことだったんですか。勉強になります。大体分かったような気が。もうちょっと話を続けると、グラシにはバランサーという機能。面白いことです。極端な例を出すと、右半身のメンブレンの反応だけを敏感にして。自分でするんじゃなくて。普通はそういうものなんじゃありませんか。スポーツ用品に自分で調整すると、よほどストイックな人じゃないと甘えが出てしまうからね。客観的に見て調整してくれる。ふむふむ、つまり私たちは FC にはいろんな要素があるんですね。はーい、お話が終わったな。私ぐるぐる回ったりビューッと急上昇急降下したいから、なるべくピーキーなのがいいな。飛行には結構自信はわかんないけど、そういう暮らしの方がやりがいがあるというか、面白いから。面白いというのは大切だな。うまく履きこなせるかどうかわからないけど、
いやいや、それは偏見だな。国内ではマイナーだけど、海外に目を広げればインベイでは。そうだけど、飛ぶ喜びのある暮らしだと。はいはい、うんちくはそこまで。インベイドのね、ファイター向けのモデルで、さっき君が言ってたように最初からかなりピーキーな設定になってる。上級者向けか。じゃあそうさせてもらう。起動キーは初期設定のフライになってるからね。店内だから軽く浮くだけで、それだけでも具合。わかりました。フライト、これすごい。ただ立ってるだけのことが難しい。初めてこれを履いてそんなに安定してるなんて。これにする。これは制服しがいがあり。毎度あり。解除キーもフライだよ。フライと。よし。私も同じ靴にし。おう、そうする。はい、そうします。いくらコーチだからといって美咲先輩への愛を。マサヤとの会話から察すると不安になっちゃうね。大丈夫です。見ていてください、美咲先輩。では行きま。頑張れ。頑張ってください。大丈夫。反重力子が効いてるから床にぶつかることはないよ。でもパンツが見えてしまいます。マシロ、頑張れ。私への後。それが一番安定する姿勢だからね。ひどい目に遭いま。そう？もうちょっと。そんなのちょ。簡単な暮らしというのは各社がこぞって出してるとこ。私の意思と関係なく。真白ちゃんだっけ、女の子っぽいから。確かに、ま、そうですか。そう。いえ、美咲先輩に選んでもらわなく。じゃあこのピンク色のとかどう。よろしくお願いします。わかりました。あの、マサヤさんはいい人で気配りするタイプだ。あれ、失礼なこと言って。もしもの話ですよ。もしマサヤさんのプレイヤーとして。私それに。もちろん履いてから決めます。もし真白ちゃんみたいになってしまうようだ。
飛燕4型を試してみるの。渋い。時代に合わせてバージョンアップしているだけだね。ただバランサーの幅がかなり広いから。私はスモールグローブのシャムというのにしてみます。あ、それかわいいです。ですよね。かわいさを武器に、ミサキ。アスカのは、コーハナか。はい。マセ。いえ、これでいいんです。そう。だったらいいんだ。わかりました。毎度あり。また来てね。僕もコーチの経験はあるよ。葵に聞きづらいことがあったら僕に聞くといい。グラシは買ったし、じゃ帰りは部費で甘いものを食べ。賛成で。男の人って甘いものが苦手だったり。それはマサヤ先輩のためで。だって選手とコーチの間には。真っ白いいことを言った。大丈夫、餃子は二人で一皿にす。あのラーメン。やったですけど、その自分勝手なことを言っても。それじゃあ皆さんは何か食べに行っていただいても。ストップストップ、アスカを一人にできるわけないってば。ですよね。はい。あれ、グラウンド。はい、ユニフォームに着替えなくていいんですか。コーチも一緒に飛ぶんですか。下から見るより上から見る。まあせっかくだから、あ、わかり。パンツ？あ、いやらしさ爆発。あの。私そういうのあまり。クラスのみんなに。そんな。かわいそうですけど、私影。そうなんですか。で、そう。マサヤは。マサヤ。アスカ先輩。そうそう。マサヤさん。分かってます。はい。んじゃ、いくよ。よっと。私も行きます。ポイントフィールドですよね。私がドッグファイト。
度はこっちからタッチしちゃおう。七色のパンツなんか売ってません。嘘をつくならもっと。本当に通学用のグラシとは自動車のことは詳しく、私はまだまっ、それは優しさとは違うと思います。聞いてください、ノートパソコンの無線が、私ネットとかはよくするんですけど、機械系は明るくなくて、インターネットができなくなるし、あとは個人的なことになっちゃうんで、部活でちょっと納得できないこと、あ、でもどこにだって私はそこまでは、でも私に合わせて私にともあれ、話を戻しますが、私両親が毎日残業で遅いことは、こういうのとか携帯
ノート PC をお渡ししなかったことです。自衛はしとかないとって思ったんですが。そう言っていただけます。何か、thank you.
習用の服ならもっと楽。でも最初の練習気合を入れるために。マシロ、どこ、さっきから様子が。いや、そう、あ、それは私も思ってました。やっぱり。いや別にそういうわけじゃないけど。それはそうですけど。それじゃあ半分正し、もっと恥ずかしそうにして。すごい、そっちの方がそそる。せめて可愛い。いいえ、私は。そんなこと、美咲先輩が。くもうちょっと膝を。とりあえずここから顔。なるほどなるほど。でコーチが初日から覗きをしてたってバレたら式がどど。ま、年明けまではね。だってお年玉もらうでしょ。その時にそのお金で。とにかくこんなこと。あ、コーチとまどかちゃんだ。そんなとこに立ってまさか。アハハハ、覗いてたよ。みんなの着替えをし。まさや先輩にそんなことする度胸に。いやいや、こう見えてまさやは男らしいとこがあるからね。気場に困る感じはありますよね。胸を隠すのが自意識。美咲ちゃんは堂々としてるね。そういうのは慣れだって。水泳だって最初は見。確かに最初はバスタオルで隠しながら歩いているのに。どうせそうなるって分かってるんだから。最初から。そうなんですか。ん、反応が何かおかしくありませんか。おお、みんな、もう。みんな、フライングスーツを着ると部活するぞってか。身も心も引き締まる。ちょっと可愛すぎる気もしますけど。可愛いのはいいことだよ。そうですね、美咲先輩の。ただ問題なのは、これって着替えるときに裸にならなきゃいけない。己の筋肉以上に愛する体などはない。大体そんな。美咲先輩を覗きたくなったら私に言ってください。そんなこと言わないで真っ白。その時は。わあ、二人だけで。だよね。さすが、よく。なになに、私の好きな人は誰でしょう。悲しいとか。私は面白ければなん。私も一緒で。どうしてさ。うん、やはり。兄ちゃん、それな、ならば2回戦突破だ。Guys, we're gonna end this video here.